よう、田中。うちもどうにかなっちゃいそう。落ち着いてください、会長。一体何があったんですか？あいつがいるの。テカテカしてよく動く、うちの大嫌いなあいつが。史上最強の G 襲来、絶体絶命、どうする会長。僕の名前は田中康介、生徒会で庶務をしています。ねえ田中、見て見て。この人は三上咲、ギャルすぎる見た目の彼女ですが、こう見えてうちの学校の生徒会長なんです。何ですかこれ？最近うちがハマってるボディビルダー、筋肉太郎っち。筋肉があれば何でもできる、おっす。はあ、マジパない筋肉してるよね。腕とかうちの腰くらいあるんじゃね？会長、筋肉とか興味ありましたっけ？この間たまたま動画流れてきて、ちょっとうち的にブームなんよね。ここまでの体にするのにめっちゃ努力してんだぜ。マジリスペクトだわ。あと普通に筋肉は萌え。はあ、ほら見てみ、これとか二頭がいいね。チョモランマ良さがわからない。もう安心しなって、細マッチョの田中もかっこいいよ。何言ってるんですか会長。さーて今日も筋肉太郎先生のマッチョ動画見よーっと。今なんかカサカサって。脅威現る。どうしたんですか会長、急に呼び出すなんて。田中、どうしよう、このままじゃうちどうにかなっちゃいそう。落ち着いてください会長、一体何があったんですか？あいつがいるの。テカテカしてよく動く、うちの大嫌いなあいつが。あいつって一体。あ、ゴキブリだ。ああ、その名前で呼ばないで、 G って呼んで。ああ、もうマジで無理。同じ空間にいるってだけで口から大吹きそう。もしかして大嫌いなあいつってG のことですか？早く退治しろし田中。あ、そうだ、メイコッチに G 撃退用の武器開発してて連絡しとかなきゃ。そんなことしなくても僕がすぐに退治しますよ。まったく G くらいで大げさなんだから。え、なんか田中めっちゃ頼もしくね。超助かる。うわあ、急所刺されたみたいな叫び声上げてる。G 飛んだんだけど、こいつ飛ぶの？マジでゲロキモなんですけど。大丈夫ですか会長。にしても意外と手強いなこいつ。なんとか会長が吐いてしまう前に退治しないと。お待たせしました咲さん。あ、博士さん来るのが早い。なんですかその格好は。モード反転、裏コード、ザ・ビースト。何言ってんの？あー、メイコッチ助けてー。お任せください。サキさんのために対 G 用戦闘アイテムをいくつも開発してきました。ターゲットはどちらですか？あ、ちょうど博士さんの後ろに。あ、これ博士さんもダメそうだな。オラフが気持ち悪すぎます。僕は無理。なんでシベリア？ G は寒さに弱い生き物なんですよ。僕は G が存在しない世界に行きます。ちょっと待ってメイコッチ、ストップストップ、うちを見捨てないで。無理ですよ。 G は1匹見つかれば30匹はいると言われているんです。繁殖能力が高く、卵も大量に産むし、足も速い。おまけに最悪頭がなくても生きていけるくらい強いんですよ。G にやたら詳しいな。極めつけは長い触覚にペタついた皮膚。やっぱり僕には無理です。武器は置いていきますので、すサキさんはなんとか頑張ってください。じゃあ待ってよメイコッチ、一生のお願いだからせめてこの G だけでも退治して、うちらマブダチっしょー。確かにそうですよね。大好きなサキさんを置いて一人で逃げるわけにはいかない。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。さっきから死と相手に戦ってるヒデオ対 G 用殺虫スプレーゴキデスですかい。おお、なんか強そう。もちろん一般に流通している殺虫剤の50倍の威力があるスプレーなんです。これを吹きかければどんな生き物もイチコロですよ。さあ G さんお覚悟。ゴキブリなんてこの地球上からいなくなればいいんだ。ちょ、博士さん、その手榴弾みたいなやつはデストロイ・オブ・アース2023。ピンを抜いたら2秒後にはハーキューが吹き飛ぶ代物です。これでも暗い害虫風情が。うわー、やめろ、地球が終わる。平常心。先ほどは取り乱してしまいました。ええ、お互いにもう少し落ち着いて対策を考えましょう。なんだこれ。っていうかここどこだ。ターゲットは好戦的でスタミナがあり、かつしぶとく逃げ回ります。まさに脅威。滅ぼすにはもうあれを使うしかないかと。ほう、あれとは。それはあ、これ来るな。あー、マジでざっけんなクソがー。ビビりすぎて口悪くなってる。もうこれを使うしかありません。ちょ、次は地球がなくならない武器にしてくださいよ。大丈夫です。このレーザー銃が当たった生き物はすべて。出たー。何あれ。まさか G が擬人化したってこと。会長、どうするんですかこれ。そんな嘘でしょ。え？この人まるでボディービルダーみたい。はあ、マジやばい。筋肉太郎先生よりやばいじゃん。腹筋 6LDK かい。いや待て待て、これ G だよ。何ぼーっとしてるんですか。なるほど、確かに G は気持ち悪いですが、擬人化するとムキムキ朝黒男性になる。さきさんがうっとりするのも無理はありません。あんたまで何言ってんだ。サキ、君が僕のことを嫌っているのは分かっている。でも僕は君がこの生暖かく過ごしやすい部屋が好きなんだ。そんな。確かに僕は気持ち悪い。年中汚い排水溝とかにいるし、ゴミだって何だって平気で食う。最悪頭がもげたって生きていける。筋肉本舗。何ですかそれ。でもこの部屋にいたいっていう気持ちだけは誰にも負けない。だから頼むよ、僕をここに置いてくれ。サキ。あのね、うち。会長。その後。いやー、マジお騒がせしましたって感じ。二人ともありがとう。いいんです、やっと G もいなくなりましたし。結局僕が普通にティッシュで叩いて退治したんですけどね。 G もかなり弱ってたからね。なんか G には申し訳ないことしちゃったけど、ずっとここにいられるのも耐えられないし、ごめんね田中。なんかうちめっちゃ騒いじゃって。いいんですよ。それよりも会長が安心してこの部屋で過ごせるようになってよかったです。え？ありがとう。ん？どうかしました？ううん、別に。アクション映画に出てくるようないかつい人もかっこいいけど、田中みたいに穏やかで苦手な虫を退治してくれる人もいいななんて。え、それってエッチーのは嫌です。どこがだ。事件は一件落着したけど、なんだか今日はとても疲れました。今日は見てくれてありがとね。他の SNS も絶対フォローしてね。田中、この後ダピロース？いや会長、この後生徒会ありますよ。秒で戻るから早く行くよ。待ってください。